こんにちは、ことのはあかねやで。今回は、ストーカーシリーズに登場するミュータントについて解説、紹介していくで。また、ざっくりとした解説やから、間違ってる点があったら、コメントで指摘してな。一つ目のミュータントはフレッシュやな。このミュータントは、豚が変異したものでな。攻撃性が薄いのが特徴やな。それでも攻撃されたり、切羽詰まった時には襲ってくることもあるな。攻撃をするときは一直線に向かってきて殴って攻撃してくるで。基本的に集団で行動していて、仲間が倒されると逃げたりする姿が見られるな。次はブラインド、ドッグ。名前の通り、盲目で目が見えていないで、その代わり嗅覚と聴覚が過敏でな。非常に好戦的で、ストーカーを見かけると、一目散に向かって攻撃してくるで。まあ見ての通り、犬が変異したミュータントでな、ゾーンの至るところにいるで。実際に戦うと、なかなかすばしっこくて、弾を当てにくいな。そういう時は、ナイフで攻撃してみるといいで。次は、ポア、イノシシの変異したミュータントやな。このミュータントは群れで、基本的には行動していてな。敵を見かけると、一目散に突進してきて倒そうとしてくるで。体力も高いから、突進中にダメージを与えても、倒しきれずに突進を食らうって、ことが、よく起こるな。囲まれて攻撃されると、一気に体力を削り取られることもあるから気をつけてな。次は、スードードッグ。日本語に訳すなら疑似犬らしいんやけど、正体は、狼が変異したものやで。ブラインド、ドッグと一緒に、群れで行動している姿が見られるみたいやな。ブラインド、ドッグに、いろいろとよく似ているけどな、攻撃方法が、少し違ってて。ブラインド、ドッグは、ヒット&アウェイで、一度攻撃を当てたら引くのに対して、何回も噛みついてくるから囲まれると、すぐに体力を削られてしまうで。ブラインド、ドッグもそうやけど、こういう小型のミュータントは、アサルトライフルとかだと弾を当てづらいからショットガンをおすすめするで。ちなみに、コールオブプリタチで、このミュータントを飼育している人がいたな。ゾーンでペットが欲しくなった時に、おすすめのミュータントやね。次はロダント。日本語で、げっ歯類の意味を持つ単語やね。明確に何が変異したかは、定かではないらしくて、一部のストーカーは、ドビネズミに似ている点があることからそう呼んでいるらしいで。このミュータントは、単体だと体力も低くて、火力も高くないけどな。数で襲ってくると脅威になるで。ダメージ自体はそんなに痛くないけどな。アーマーをボロボロにされたり、地味に嫌なことをしてくるな。こいつらは基本的には集団で行動してるから、爆発物やショットガンを使って一気に倒すのが効率がいいな。次はクロウ。まあカラスやな。ここゾーンで生き残っている唯一の鳥類で、放射能にも耐えられ、アノマリーも感覚で回避できるような変異をしているで。ミュータント枠ではあるけどな。特に危害を加えてくるわけでもないから、優しく見守ってあげるのがええで。クリアス界では、カラスを撃つミニゲームもあるけどな。次はサイドッグ。これは、さっきのスー、ドドッグの亜種みたいなもので、人間の心に影響を与える能力を持っていて、相手に自分の分身を複数見せて混乱させて攻撃するで、分身にダメージを与えても倒せず、本体を倒すと、分身の全て消失するで、分身の攻撃も、ちゃんとダメージとして入るけど、幻覚のはずなのにダメージが入るって一体なんなんやろな。次はブラッドサッカー。吸血鬼って意味やな。そして、このゲームのホラーゲーム要素の一つやな。敵を発見すると透明化して、自分が攻撃できるほど近くに来ると透明化が解除されて、攻撃を当てたらまた透明化する。透明化していても、だいぶ大きな呼吸音が聞こえるから、完全に位置がわからなくなるわけやないけど。それでも、透明状態に弾を当てるのは、なかなか難しいから、接近してきた時の透明化が解除された時に倒すしかないで、他のミュータントと同様に、ダメージを与えるほど、機敏性が下がっていって、簡単にとどめをさせる可能性が上がるな。名前の由来は、死体の血を吸うことから、取られているで、主に地下に住んでいて、同じブラッドサッカー同士で、巣を作っていることもあるで、あと作品によって性能が違ってて、クリアス界では、透明化中に、ダメージを食らわなくなってたりするで、次はスノークやな。このミュータントは、突然変異を遂げた軍のストーカーの慣れの果てやな。元人間とはいえ、コミュニケーションなんて取れた、もんやなく、四つ足歩行で、獣のように歩くで、敵を見つけると、大きな叫び声を上げて飛びかかってくるで、体の一部は変異していて、そのおかげで、四足歩行であるにもかかわらずに、すごい速さで四足歩行ができるで。次はポルターガイスト。名前の通り、ポルターガイストみたいに、物を動かして投げつけてくるで。ポルターガイストの見た目は、電気の玉みたいに見えるから、アノマリーと見間違えるかもしれんな。でも、ちゃんと撃つと倒せるで。シャドウ・オブ・チェルノブイリでは倒すと、人型のミュータントが死体として出てきたけど、クリアスカイとコール・オブ・プリタチでは倒しても出てこなくなったで。次はバイロジェスト。
ポルターガイストの亜種で、火柱を召喚して、プレイヤーを倒そうとしてくるで、なかなか珍しいミュータントで、大体、ゲームの中、ボス的な役割で出てくるで、まあ、ほぼポルターガイストと同じやから、焦らずに倒そうな。次はバールやな。このミュータントは、村内で行われていた遺伝子実験によって生み出されたミュータントやな。自由に超能力を操ることができて、プレイヤーの武器を取り上げたり、スタミナ切れにさせたり、周囲のものを念力で持ち上げて投げつけてきたりするで、自分の周りにダメージを無効化するバリアを出したり、強敵なミュータントの一人やね。バールを倒すには、バリアを展開していない時に、どれだけダメージを与えるかが重要やから、爆発物を使って一気に倒すのがおすすめやで。ちなみに、SOC と CS ではボンミュータントやったんやけど、コールオブプリピャチで正式実装されたで。次はコントローラー。このミュータントも遺伝子実験によって生み出されたミュータントやね。見た目は、人型でジーンズを履いていたり、人の言葉を喋ることができたりして、優れた知性を持っていることがわかるな。名前の通り、人間の心を支配してコントロールすることができるで、プレイヤーに対しては、ビーム状に飛ぶ精神波を出して攻撃するで、コントローラーが攻撃するときには、キーンって高い音が鳴るから、その時に遮蔽物に隠れれば攻撃を回避できるで、コントローラーとの戦いでは隠れて撃つの繰り返しやな。動きは遅くて立ち止まっている瞬間も多いから、ヘッドショットを狙うのもおすすめやな。次はチメラ。猫と犬のキメラらしいけど、全くそうは見えない見た目やな。敵を発見すると、相手に飛びかかってダメージを与えるで、スノークの飛びかかりより素早くて、しかも威力も高いから、夜中にキメラに襲われて、心発作を起こしたストーカーも少なくないとかなんとか。このミュータントも、コールオブプリピャッチからの参戦で、全2作では登場していないで、コールオブプリピャッチでの PDA の説明によると、このミュータントが、最もゾーンで危険と説明されているで、実際、ホラー面でも最強のミュータントやからな。みんなは次に紹介するミュータントとキメがどっちの方に苦戦したかな。そんなわけで次はプソイドジャイアント。このミュータントはいろんな人間や生物が混ざり合ってできたミュータントで、一言で言うなら超パワー系やな。とんでもない体力に地面を叩いて衝撃波で相手を攻撃したり、まあその分動きはそこまで速くないから弾を当てるのは簡単だと思うで、おすすめは爆発物やな。それと高台に登ると上がってこれないから高台に行くことも大事やな。この戦法をキメラにあっても飛びかかりで普通に上がってこられて引き裂かれるから気をつけてな。最後に紹介するのはゾンビファイドストーカーやで、派閥として紹介するかミュータントとして紹介するか悩んだけど、今回はミュータントとして紹介していくな。彼らはゾーン内の放射能や精神波の影響で理性や思考を失ってしまったストーカーたちやで、精神波の影響を受けて精神が強かったものはモノリス兵になれたりするんやが、精神が耐えられないとゾンビ化してしまうで、ゾンビファイドストーカーたちは何か片言でつぶやいたりしながらゾーン内を徘徊しているで、生きている人間を見ると撃ってくるんやが、精度は全くブレブレやから脅威にはならないな。ゾンビファイドストーカーたちがつぶやいている言葉には自分の娘のことについて話していたり、生前のことについて話しているみたいやな。ゾンビ化してもキャンプファイヤーで温まる姿だったり、他のゾンビファイドストーカーと話していたり、生前の習慣を続けているみたいでもあるな。そんなわけで今回はここまでや。少し急ぎめて作ったからだいぶアラがあったかもしれんな。もし間違いや分かりにくい点があったらコメントで指摘してくれるとありがたいで。それじゃあみんな良いストーカーライフを送ってくれな。